はい、皆さん、えー、こんにちは。本日はね、3月の19日火曜日の朝を迎えております。で、本日のね、1本目の動画ということで、先ほどね、えー、朝起きてですね、朝ごはんを食べて、この動画を撮ってるんですけども、はい、えー、1週間も始まって、もうね、火曜日になりました。今週もね、ちょっと頑張ってやっていこうかな、みたいな感じです。はい、えー、でですね、 えー、昨日の夜ぐらいにもう皆さんもご存知だと思いますけども皇、えー、室関係で言うと愛子さまに関するね、えー、正式な発表が刑務長からありましたよねまあそういったような非常にね嬉しい話もありましたまあ以前からねこの愛子さまの伊勢神宮ですね伊勢神宮のご参拝に関しては言われておりましたけどもまあ刑務から正式に発表がありましたのであやっぱりということでねお近くにお住まいの方はどうでしょうか、えー、皆さんね えー、おそらくね、これだけ今現在人気絶頂のね、えー、み宮様ですので、これ、沿道等感も含めてですね、相当多くの方がね、お越しになるんじゃないでしょうか。おそらく警備の方も大変だな、ということで、ご苦労様っていう感じですけどね。はい、そういったようなね、えー、まあ非常に嬉しい話もあったんですけども、片やということで、まあちょっと今からね、お見せしますけども、えー、昨日、これもね、昨日の夜でしたかね。 自民党の方が例の行為継承に関わる懇談会が2回目ですかね、行われましたけど、いやー、の情だけどなっていうようなね、結果になっておりますよね。これもちょっと後でお話しさせてもらいます。で、今回、まあ、とにかくこの黒を着てるんですけども、これに関してはですね、本日の本題が、M 子コさん、ニューヨークトンズラブんの M 子コさんに関してです。 どうもですね、まあ、女性週刊誌のね、えー、話題なので、まあ、話、6割ぐらいかな、ということで皆さんには、えー、お聞きになってもらえれば、というふうな感じなんですけど、ニューヨークの総領事館もついにね、えー、もうね、<laughs> やめた、みたいなね、見下り班を下したかもしれない、みたいなね、そういったような記事も上がってきておりますので、えー、合わせて紹介させてもらいます。 はい。ということで、今ね、ちょっとご覧になっていただいているのは、えー、昨日のやっぱり夜遅くですね、えー、読売新聞の記事を紹介させてもらっておりますが、愛子さま、伊勢神宮ご参拝といったようなね、記事が上がっておりました。で、まあね、ここに書いてある通りなんですけども、まあ、愛子さまのね、伊勢神宮ご参拝というと、えー、一番ちょっと下に書いてありますけどね、2014年の7月に、えー、この時はまた中学生だったですよね。その時に、 今現在の天皇皇后両陛下とともに、まあ、ご一家でね、ご参拝されました。この話題に関しても私もちょっとね、話を、うん1週間ぐらい前かな、の動画でも話をさせてもらいましたけどね。それにつ、えー、いで2回目、そしてお一人ということになると初めてといったようなことで、いやー、ねまあ、前からね、いろいろ報道もされておりましたので、皆さんもご存知の話だったんですけど、正式にね、こういったような、 え、話が、え、特に経理庁から公表されると、いや、良かったね、っていう感じですよね。昨日もですね、え、私の動画をいつもご視聴くださってるご視聴者の方から、あの、他の動画にね、でのコメントの中でね、え、教えてもらったんですけど、ケイちゃん、ケイちゃん、こういった記事出たよ、ということで、私もね、見に行くわみたいな、そういったようなね、え、コメントもいただきました。すぐに返信させてもらって、羨ましいですね、みたいなね。 え、こともちょっとね、変身させてもらいましたけど、まあ今回私のこの動画をご覧くださっておられる方で、もしね、やっぱりお近くにお住まいだとか、絶対見に行くわみたいな方もいらっしゃいましたら、またコメント欄に、ね、書いてもらえればなというふうなことを思います。私も一緒に嬉しい気分になりますのでね。まあといったような、まあこういったような、あ、嬉しいみたいなね、話もあったわけなんですけども、かたやということで、はい、これですね。 これはね、やっぱり昨日の夜、産経新聞が、の記事を皆さんには紹介させてもらっておりますが他、やっぱり他の報道機関もね、報道しておりました。自民懇談会が女性皇族の婚姻後の身分を議論と。で、女性宮家の文言は持ちいずということで、確かこれ2回目だったですよね。やっぱり去年の暮れ、11月ぐらいでしたかね。この第1回の会合が行われて、なんかさ、また、鳴かず飛ばずというか、 2回目いつやるんだみたいな感じだったですけども、やっと2回目が行われたということですけども、中身を見るとね、えー、結局は、何々、やっぱりその皇族数の確保といったような部分だけにフォーカスをして、で、えー、そのね、女性皇族の方が婚姻後もね、皇、え、籍、ー、を維持するといったようなことに関してだけ話がされたということで、国民の80%以上の方がね、ぜひ、 こういったことを話してくれと言ってね議論してくれと言ったようなことに関する例の愛子さまの天皇論すなわちですね女性天皇それこそ女系天皇論といったようなことに関しては結局はね話がされていないまあね案の定かなっていう気がするますけどねまた次回の会合も行われるというような予定ですけどもこれに関してはやっぱりね声を上げていくしかないのかなっていう感じですけどね やっぱりちょっとね、えー、減滅させられたといったような記事も上がっておりました。はい、といったようなね、なんか嬉しい話とね、やっぱりかよ、みたいな話と,とともに今回のね、本題なんですけど、黒のシャツ着させてもらっております。はい、M 子さんの話題。で、M 子さんのちょっと新しい内容とか出てきてるんでね、ちょっと皆さんにご紹介しようと思います。はい、で、このページなんですが、 本日ね、火曜日の朝ということで、毎週火曜日はね、いつも女性週刊誌出ております。で、今回ね、この女性自身の話なんですけど、ちょっと記事の内容としてはそんな大きくないんですね。で、赤い括弧でね、ちょっと見にくいんだけど、え示させてもらいましたけど、えムこさんがね、骨全滅、ニューヨーク就活のが頓挫しているということで、 分かってるよみたいな話なんだけどでもそういった中でとん挫してる内容というのが、えー、結構細かくね書かれておりました私も読みさせてもらって「え何何ついにニューヨークの総領事館も、えー、何も見下り班を下したのか」みたいなね、えー、そういったねちょこっとそんな内容も出ておりましたので紹介させてもらいます。はい、でね、えー、内容なんですけどももうこのね表題に書かせてもらってる通りです。 はい。M 子さんね。コネすらも使えないのか。散々コネを使って、まあ、ネといっても結局は公私特権ですよね。公私特権にまつわるような、コネを散々使っているにもかかわらず、今現在、行方不明の消沈生活、そしてメトロポリタンビーチス館からも愛想をつかれて、もともとね、学芸員として働きたいといったような夢があったようなんですけども、コネをいくら使いまくっても使い切れない。使うことをね、え切ることができない。 結局は実力ないんだよっていう話だよね。これがあの、えー、今わしきですね、えー、もうそれこそ2年半ぐらい前に行われたあのね、えー、2021年の結婚会見で言っていた、えー、海外での拠点を作ってほしいって本人言っおりましたけどね、これがその拠点なのかみたいなことで、しかも行方不明、もうなんか恥ずかしいしね。こういったようなことをね、さらけ出してるだけで、まあ日本人として皆さんどうでしょうか私は非常に恥ずかしい。 といいい、うに思います。すはい、でですね、ちょっとこの記事の内容をね一つずつお話しさせてもらいますけどもまずはね一番最初このタマゴカンパニー要はこの経 k 夫妻の後見人と言われているですねこのタマゴカンパニーの元会長の伊勢さんに関してですけどこれに関してはね昨日の動画でもお話しさせてもらいましたけどもなおかつね文春がね先週の記事の中で暴露しておりましたよね。 まあそういったような貢献人が実はこの方だということが分かって、で、例のね、ノーベル賞受賞者の真鍋さんだとか、まあそういったような方々との優勝はね、中あの食事会をね、セッティングしたりとかね、まあそういったようなことが、まあ文春によって暴露されておりました。まあそういったような記事もね、出ておりましたですね。そういったようなことと合わせて、 例えばですけども、これも2年ぐらい前のもう記事になりましたが、2022年の9月15日に、今度は新朝もね、この元会長の伊勢さん、伊勢氏が、具体的にここに書いてある通り、 エにミや、えー、殿下総が総裁をされている山科鳥類研究所に協力、あ、すいません、この協力の、協という、えー、これ強いじゃなくてね、協力って、えー、力を合わせるという意味の協力です。えー、ちょっと字が間違っております。すいません。えー、協力して参りました。といったようなね、発言を、えー、清朝の記事の中でもね、暴露されていたわけですね。これが約1年半ぐらい前の記事だったわけですね。まあ、その頃から、あ、このね、 えー、要は伊勢食品まあ今現在社名が変わって卵カンパニーという会社になっておりますけどなんか破産ね申請をしてるみたいだけど <laughs> まあそういったような中でまあこういったような後見人が暴露されたっていったような話だったですね。で、えー、もう皆さんもよくご存知の通り特に M 子さんまあ経験息子もそうだけど M 子さんにおいてはありとあらゆるようなコネを使っておりましたよね。で渡米した直後にも はい、だいぶねもう懐かしい話になってきましたけどこれ確かクリスマスえー、2020渡米して間もなくだったから2021年のクリスマスイブだかクリスマスのイブイブの時にそのキャロライン・ケネディさんのねなんか超高級マンションにエム子さんが一人でね出向いたみたいな話もありましたよねもうだいぶ前の話になってきましたけど私も思い出しましたけどまあそういったようなとこでもね えー、いろいろ頼んでいたのではないかだとかね。まあそういったようなコネだとか、あとは、まああの、あごめんなさい、これを間違えてない、なカーパンターって書いてあるカーペンターさんですね。これは例のジョン・ティ・カーペンターさん。すいません、今回ね、誤字があっていっぱいあってすいません。えー、このカーペンターさんのね、 え、これに関してもね、もうカーペンターさんもね、逃げちゃったみたいだけどね、ええー、加減にしてくれよと。ご自身のさ、メトロポリタン美術館の中での、ね、自身の評判が悪くなってる。まあそりゃそうだよね。これも一種のエヌミ宮家の廃墟の法則ですよ。まあといったようなこと。そしてですね、もう皆さんご存知の通り、ニューヨークの総領事館。 まあこの方もねエヌミヤ殿下と非常にお知り合いですよねまあそういったようなありとあらゆるような骨を使っているんだけどもね下に書いてある通りもともと江芽子さんに関してはこの結婚前からねエヌミヤ殿下と仲たがいをしていましたねっていうもうはっきり言って直接もコンタクトできないコンタクトする時には佳子様を通じてコンタクトしている。 といったようなことにもかかわらず、こういったコネ使うと。まあこれ、エ AN 宮殿下のコネだからね。結局はね。まあそういったようなことで、いや、はっきり言うけど、恥ずかしげもなくっていう感じだよね。結局は自分の実力があまりにもなさすぎるがゆえにですね、使わざるを得ないっていうことなんでしょうけどもね。だって普段の連絡をさ、 おそらく LINE とのねそういった SNSSMS の,のね実際の、えー、アプリを使ったりしているんでしょうけどもまあそういったようなね普段から過去様を通じてじゃないと話もしていないといったような関係にもかかわらずこういったコネだけは使ういやーっていう感じだよねはっきり言ってでも結局は実自分の実力がなさすぎるがゆえに全滅みたいな話ですよ。ね。といったことで。 さすがの女性自身もですね、まあ女性自身自体もさ、いろいろ、まあ飛ばし記事出したりとかっていうことで以前から言われておりますけども、まあそういったようなコネすらも利用できないと。一つ二つのコネじゃないんだよね。皇室特権使い,まつくりの使いまくりのコネがあるにもかかわらず、それも使う切る、使い切ることもできない。いやーっていう感じだよね。はっきり言って。情けねえっていう感じではっきり言ってね。はい、といったようなこと。 はい。そして出てきましたよ。日本人、ね、ニューヨーク在住、日本人ジャーナリストの方も出てきました。今回もね、相変わらず出てきましたけども、何言ってるかというと、当初はですね、それこそ渡米した当初は、旧財閥系の企業グループの支社長だとか、もしくはね、幹部の駐在員の奥様方が集まるような会合に、エムさんも一回だけ参加したことがあります。まあ、そんなような話あったわね。確かにね。 なんだけども、一回だけ参加したけども、どうも話が合わないだとかね。で、結局は一度きりで、その後全然ね、そういったような会合にも出ていないと。まあ、はっきり言ってね、えー、その会合自体、他に参加されている方も迷惑わけじゃないかなっていう気がしますけどね。まあ、そういったようなこともあるわけですよ。まあ、結局はさ、そういったような会合を出てもね、話す内容もね、 ご自身の持っているような内容も乏しいんじゃないかなっていう気もしますけどね、まあ、そういったようなことではないかっていうことです。結局はねちょっと一番下の方に書いておきましたけど M 子さん本人のね実力っていうことですよこれだけのものすごいコネがあるにもかかわらずそれこそニューヨークの総領事だとかねそういったようなすごいコネを使い切ることができないこれ自体ねどうなんですかっていうことですよね。 結局はさ、英語の言葉の問題もあったりだとか、学芸員としての資格もね、博士号を持っていないといったようなことで、えー、結局は就職もできない。そしてカーペンターさんにも逃げられちゃったといったようなことですよね。そして、今回ね、やっぱり一番ちょっと私がね、注目した内容として、一番下にね、書いときましたけども、ついにはね、えー、そのニューヨークの総領事館も、 えー、なんか諦めちゃった。見下り班を下した。といったようなこともちらっと書いてあるんですね。まあ、ここら辺の話はどうでしょうね。まあ、皆さんにか、私もそうですけども、皆さんとしても話半分として思ってればいいかなという感じもしますけどね。だって今現在もさ、どこに隠れてるか分かりませんけども、当然その居場所とかはね、送料時間を把握してますし、どうせお世話してるんじゃないのって容易に想像できますからね。そういった観点から言うと、 こんなニューヨーク総領事館も見捨てたかっていうような記事の内容が書いてあるんですけどね具体的には関係も薄くなっちゃったよとでコネは全滅状態といった記事の内容なんだけどまあどうでしょうかねっていう感じですねでもこれでさニューヨークの総領事館ま,までついにね未、えー、下り班下されたみたいなことになったらさどうするんだろうねこのね夫婦ね まあそんなことがないと思うけどね結局はさ、えー、そういったところだけはね肝心のところだけはつながってるんじゃないか結局最後の絆のね、えー、最後の何、えー、て言うの皇室特権じゃありませんけどそういったことだけはね決して話すことはないとは思いますけどまあそういったような記事も上がってるわけですよでえむ、ー、子さんのねアメリカの美術館で学芸員として働きたいといったような希望があったわけですけどもそれに関しては完全なる頓挫状態ですと で、今現在においては行方不明。そして、えー、このタイトルにある消賃生活。何やってるんだこの二人。みたいな感じになっているわけです。はい。そういったような記事も上がってましたので、ちょっと紹介をさせてもらいました。で、この下の写真ね。えー、まあ、ちょっとね、この写真見ても皆さんね、もう本当にこのね、上のタイトルのこの消賃生活。 まさしくそのものね、ちょっとマスクをしてるから、マスクされてる部分の下はわからないけどさ、この目元見てもなんかね、ドロヨーンとした目でしょまさしくね、そういったような写真だな、みたいなこともちょっとね、貼っときましたけど、いや、本当にね、昨日も言いましたけど、このね、トンゾラ夫妻の漂流生活、ね、いつまでやってるんだ、みたいな感じだよね。しかももう年齢もね、32歳でしょ今年33になりますよね。 まあそうういったよよなな年齢なわけだよね普通一般的に考えても日本でね普通の例えば、えー、まあサラリーマンの生活をされている方っていうとさ普通まあ30歳に、ね、な,なるとまあ結婚はまあやっぱりされている方が多いだとかねでそういった中でそれこそもうお子さんがね1人、まあ、早い人だと2人、ね、3人いるとかっていうような家庭をきちっと作ってですね、えー、きちっとお仕事をされている中で、ね、一生懸命お二人で そしてね、お子さんの面倒を見ながらね、頑張っていこうといったような、まあ日本人って非常に勤勉の方がね、非常に多いので、そういったようなえ日本人の家族像といったようなことがありますよね。でも、この二人何なんですかっていうことですよね。しかも、何々、元皇族とその旦那。いやー、ということですよ。 もう本当にね、こういったような話をするたびにね、もうなんか自分がね、心の中すさんできますけどね。まあ、皆さんもすいません。こういったような心がすさむようなね、話なんで申し訳ないんですけども。でもこれやっぱり追いかけていかないとね、それこそ話がさ、風化していっちゃったら、結局はこの二人のね,ね、思うがままでしょ。結局、永ヌ宮家のね、えー、思うがままになっちゃうわけですよ。なので私も話をね、継続してさせてもらってますけど、話をするたびに、またかよ、みたいな感じだけどね、ええ加減にせよ。 っていうようなことだと思います。えー、ちょっと朝からね、朝の一本目からこんな話題で申し訳なかったですけどね。昨日もね、この黒いシャツをね、久しぶりに来て動画配信した時に、えー、コメント等でもいただきましたけどね。あ、やっぱり黒だとね、ついに出た黒みたいなね。そんなようなコメントもいただきました。そうなんです。はい、いつものごとくの黒シャツでした。ということです。ありがとうございました。それではね、バイバイ。